こんにちは。実は犬派コージです。去年の夏より保護した猫を飼っているのですが、大きくなってきたら台所を荒らすようになってパーテーションを置いてました。でもご覧の通り、あっという間に役立たずになってます。その後、応急処置的に折りたたみの踏み台を隙間に挟んでいたのですが、約1ヶ月しかこの方法は持ちませんでした。そのためここに扉をつけたいんですが、極力金をかけない、壁床に穴を開けない、ネジ釘を打ち込むなんてことですね、という条件がかみさんから出されました。実はこのパーテーション12,800円も出しているので、これをなんとか使い回しできるいいアイデアが浮かばないかなとホームセンターをうろうろ、2時間近くホームセンターをうろついて考えながら買ってきたものがこれ、予備径 30mm の塩ビ管。予備径っていうのは内径ですね。長さ 280cm まででパイプ径 30mm の突っ張り棒、キャスター、ドリルビス、使い道確定してないけどドアストッパー、とりあえずの部品購入ですが、これだけで2443円の出費です。まず突っ張り棒を開いて塩ビパイプの中に通るかの確認。梱包が剥がしにくい。内径 30mm のパイプと外径 30mm のパイプ、キツキツで入らない可能性が高いんですが、入らないことには工作が進みません。パイプを通すために足を外そうとしたのですが、ネジなどがない。諦めて反対のつなぎ目からチャレンジしますが、こちらの方が難しそう。ゴム足を外してみますが、やはりネジなどはないですね。はめ込みかなと力いっぱい引っ張ってみたら外れました。残念ながら画面の外へフレームアウト。塩ビ管を通してみます。奇跡的にいい感じで収まりました。これが入らなかったら突っ張り棒の内パイプ側を使うつもりでしたが、当初の構想通りいけそうです。いざ加工という段階で、サラネジの頭が8ミリなのに8ミリのドリルを持っていないことに気づき、再びホームセンターへ。加工してドアのロックに使えるかなと思って買ったフック、使えませんでした。8ミリのドリル、サラネジの頭を埋め込むのにどうしても必要なので買っちゃいました。2回目の出費2016円、実際工作に使ったのはドリルの711円だけです。1箇所だけ実際に使う仕様で穴を開けてみて手順を確認していきます。8ミリのドリルの食いつきが良すぎてビビってます。一瞬で貫通しちゃうので作業に注意が必要です。8ミリの穴の反対側にビスが通る穴を開けます。大きい方の穴を8ミリドリルが通りやすい大きさに広げます。サラネジの頭が収まるくぼみを作りたいのですが、インパクト使うと一瞬で貫通しちゃうので手動で削ります。いい感じでネジの頭がパイプの内側にはみ出さないようにできました。同じ作業を繰り返して両端に3箇所ずつネジ穴を作りました。内側にはみ出たバリも取っておきます。パイプ内に削りカスがあるので掃除します。もちろん使うのは松井棒。塩ビ管を今開けたネジ穴使ってパーテーションに固定したいので取り付け位置の確認してます。位置が決まったので下穴を開けてからドリルビスで固定していきます。
両端を仮止めしてから、パイプのネジ穴に合わせて下穴の位置をマーキングし、下穴を開けます。パイプを乗せたままネジ穴開けようとしたら、パイプの中が金属粉だらけになっちゃったので、面倒ですが一手間かけてます。ネジ穴が開いたら、ビスを打ち込んで塩ビ管を固定していきます。インパクトで締め込むと塩ビ管が割れるかもしれないので、最後の締め込みは手回しでやってます。パーテーションの足を外してキャスターをつけます。キャスターの台座が枠より大きかったので、片側にオフセットしてネジ止めは2本だけにしました。6キロぐらいの重さを垂直に支えるだけなので問題ないと思います。これでほぼ加工は完了です。パーテーションの足は作業線をために1本残してますが、設置するときに外します。塩ビパイプに突っ張り棒を通して組み上げたら、いよいよ設置。設置したい場所の壁際に突っ張り棒をセットするだけです。突っ張り棒でドアの重さを支えれないのが分かってたので、ドア自体が自重を支えれるようにキャスターをつけました。突っ張り棒や塩ビ管にはほとんど力がかかっていない状態です。めっちゃ静かに開閉していい感じでしょ。軽く滑らかで、にゃんこがまるでのれんをくぐるかのように出入りしちゃいます。ダメです、当初の目的が果たされていません。一応ドアストッパー挟んでみましたが、猫の力で開く程度のロックです。3度目の買い出しに行ってきました。お金使いすぎだったので100均をうろうろして買ったのがこれ。いきなり完成形。ロックしたいときにはミニ突っ張り棒を回して下げる方式です。見た目はダサいけど、まあ問題は解決です。ホームセンターを考え事しながらうろつくこと延べ3時間。なんとか神さん要望の壁床に穴開け釘打ち禁止という条件のもと、既存のパーテーションを使い回すことで追加投資5000円未満の出費で仕切り扉が完成しました。にゃんこは怒ってますが、かみさんは喜んでくれました。おしまい。